このところ季節先取りの暖かさが続いています。さて明日から4月ですが、この暖かさいつまで続くのか、気温の傾向を見ていきましょう。まずは4月1週目です。北日本から沖縄、広い範囲で気温がかなり高い傾向と予想されています。そして2週目になると、北日本ではこの暖かさ若干落ち着き、ただ関東から西日本引き続き気温が高い傾向と予想されています。ただ4月の下旬になると、広い範囲で気温が平年並み、もしくは気温がやや高い傾向と予想されています。下旬になるとようやく気温に季節が追いつく見込みとなっています。沖縄に関しては4月下旬、平年に比べても気温が低くなると予想されています。それでは明日のお天気どうなるのか見ていきましょう。まずは予想天気図です。今夜から明日にかけて広く高気圧に覆われて、西日本から北日本穏やかに晴れそうです。ではお天気マークで見ていきます。明日も西日本から北日本広く晴れて、気温もこの時期としては高いでしょう。関東から北日本にかけては今日に比べると若干日中の気温は低くなりますが、それでもこの時期としては暖かいです。沖縄は明日も雨が降りやすいお天気、すっきりしない天気続く見込みです。ではこの先の全国の天気です。西日本から北日本、金曜日にかけては穏やかに晴れそうです。ただ土曜日になると全国的に雲が広がり、北海道の日本海側から天気が崩れてくる見込みです。日曜日も日本海側の地域から雨が降り出し、月曜日にかけてこの雨が続く見込みです。ただ雨が降っても気温は高いでしょう。